はい、こんにちは、まえちゃんねるの前原です。今日はこちらですね、妖怪メタル第5章、妖魔界の強者たちです。はい、これをですね、近くの妖怪堂で9パックゲットしてきましたね。2015年4月11日本日発売ですね。はい、昔に比べて妖怪メタル非常に手に入りやすくなりましたね。昔は並ばなきゃいけなかったのに、今並ばなくても買えますね。余裕で買えました。あとこちらのですね、ゲラポプラス第5章、これも買ってきましたね。これも普通にゲットできました。今回はですね、全部で30種類あるみたいですね。ホロメダルが8種類みたいですね。今回はツチノコパンダがラインナップされてるんだよね。それは欲しいなっていうのと、あとさっきちょっとラインナップ見た感じだと、ボーボーノーマルだけど、パパはボーボーが欲しい。だけど、ツチノコパンダ、超レアで、昔は東京駅にあった妖怪ウォッチのショップでなんかゲットできたんでしょ。抽選があって、それで当たったらゲットできたんだよ。それだけレアだったんだよね。で今はちょっと そのお店自体がなくなっちゃったから、今回だからこの5章の中でゲットしたいよね、できればね、はい、ということで開封していきましょう。はい、では記念すべき1パック目お願いします。1パック目、あ、出た、ボーボー、ボーボー、バケアラレ、バチャイ、パパ欲しかったボーボー、そしてバケアラレだね、よかった、ボーボーいきなり出て、あと今回の、超特メダル黄色ですね、はい、2パック目、大角の神と、もう一つがお、ホロだ、お、富士見御前、やったー、いいね、2パック目で出た、出たね、ホロメダルね。3パック目、ん、何、同格なんて言うんだね、同格と、お、ちさこパンダ、やったー、3パックで出た、出ちゃったね、出た、欲しいやつ出ちゃったね、同格とちさこパンダ出ました。4パック目、あ、これこそ鎧さんかな、鎧さんだね、とカブトさん、おお、これが合体すると桂馬将軍なんだね、はいはいはい、5パック目、武者カブト、うん、それと、あ、ウラッキンタじゃなくて、なんだっけこれ、ガリ王子、ガリ王子、6パック6パックはい、じゃあ6パック目いきますね、6パック目、あら、また鎧さんとカブトさんじゃない、あー、もろかぶりだな、これもろかぶりでした、もろかぶり、7パック目、あれ、鎧さん、ちょっと待って、と、あはは、8パック目、あ、同格ってことは、これ、強くパンダじゃないよね、強くパンダ、パンダマジか、最後の10パック目、あ、嘘でしょ、嘘でしょ、何、本当に鎧さんとカブトさんが4セット、と同格とツチノコパンダが2セット、今回すっげえかぶっちゃったね、ちょっとショックだったね。じゃあちょっと音声確認してみましょうか、はい、それでは聞いてみましょうか、何からいこうか、あ、パパの好きなまずボーボーからお願いします。俺の友達出てこい、ボーボー、妖怪見るセット、こんなに喜んだよ、ゲラー、ゲラー、あ、そうそう、いいだよ、ボー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 、合格です、同格ガリ王子セット、プイチ、お、かっこいい、ガリ王子、武者カブト、豪傑完全無欠の大集結、武者カブトバケあられ、不気味召喚、不気味ヘルプミー、不気味ヘルプミー、
ちょっとリアル声が。負けあらり。大角のシーン。大角の神だった。大角の神だった。鎧さん。鎧さん。カブトさん。カブトさん。鎧さん、カプトさん、鎧さん、カプトさん。ではこっからだね、ホロメダルを2つ、まずは不死身御前からいきましょうか。不死身御前、セットオン。不気味なんだ。これもリアルだな、声が。不死身御前。不死身御前。最後、土の子パンダお願いします。俺の友達出てこい、土の子パンダ。妖怪メダル、セットオン。ニョロロン、ショウカ。ニョロロン、デロロン、アサラサラリーダロン。土の子パンダ。声意外と似てない。あとこっちもやるか。ギラポプラスの Z メダルのコマジロ、うん、これもちょっと聞いてみようか、うんうん、はい、ではコマジロお願いします。俺の友達ピエン出てこい、コマジロ。妖怪メダルセットオン。ロボット召喚の構え。出てもはー出てて出てて出てもはー出てて。あーあーああコマジロ似たすげーぜ。おーかわいい。はい、ということで今回は妖怪メダル第5章、妖魔界の強者たちを9パック開けましたね、うん、はい、それで新しいメダルは10個ゲットできました、うん、本当はね、予定ではもうちょっとゲットできるはずだったんだけど、鎧さんとカブトさんがちょっと3つも被るというですね、珍事があって土の子パンダも被ってしまうというですね、ちょっと残念だったかな、うん、今度妖怪ウォッチ3が出んだよね、うん、あのゲームのね。だから妖怪メダルも多分どんどん出てくると思うんだけど、うん、あと妖怪ウォッチもね、妖怪ウォッチ U だっけ、うん、妖怪ウォッチ U で、それはプロトタイプティーなんだよね。そっちが出てくるのもまた楽しみだね、うんうん、第5章の動画はもう出さないと思うけど、そうだね、うん、引き続きですね、うちらはうちらで買ってまた集めていきましょう、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。Yeah, yeah, yeah.